はい、皆さんこんにちは。シャーマン系コーチ幸春です。今日は絵本作家ののぶみさんの応援動画をお送りしたいと思います。このねチャンネルはシャーマンへの道なんてね、あのチャンネルのタイトルついておりますけれども、私幸春がいろいろなね、あの感じたこと、例えばこの絵本作家の大好きなのぶみさんの、今ねちょっと誹謗中傷されたり叩かれたりしているので、少しでも応援したいっていう思いのこういった、絵本のちょっと読み聞かせ的なところ、それからあとは、まあ、藤井風さんのね、応援だったり、そしてもともとコーチやコンサル、カウンセラーとしてでお仕事をしている私ですから、そういった中で皆さんの役に立つような情報というのもお送りしたいと思っております。といってもこのチャンネル、ね、前の動画を見ますと私の幽体離脱だったりとか、まあ、変なお話ばっかり出しておりますけれども、ね、あの近々牛久沼のカッパについてもお話ししてみたいと思います。ということで今日は、のぶみさんの応援動画ということで、はい、ではやっていきたいと思います。お話はこちらでございます。はい、もう一回ちょっと大きくしようか。はい、ちょっとこちらを一回消して、これですね。爆弾になったひいじいちゃん。このお話、本当はね、終戦の時にでもやろうかと思ってたんですけれども、何せ8月バタ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 としておりまして、できなかったんですね。で、ここの帯のところにもあるんですが、まあ、ちょっとね、これ消えちゃって見えなくなっちゃうかな。はい、じゃあ今日はカメラの、ちょっと待ってくださいよ、後ろの、はい、あ、いっか、設定のところでですね、バーチャル背景を今ちょっと消そうかなって思っております。ぼかしでも大丈夫かな？はい。あ、ぼけちゃうね。やっぱりなしでいきましょうか。はい。はい。なんかね、すごいところにおります、これは。はいはいはい。はい。まあ、こんなところからお届けしておりますけれども、はい。爆弾になったひいじいちゃんです。ここの帯のところにね、戦争の話は嫌いだという人へと書いてあるんですよ。ここです、ここです。はい、ここですね。戦争の話が嫌いだって目を背けていたら、もう本当に語り継ぐ人がいなくなってしまう。子どもたちにどうしても伝えてほしいことがあります。戦争は絶対にしてはいけない。戦争は絶対にしてはいけない、赤文字でここですね書かれておりますが、はい、で私の母も、私でいうところの祖父が戦死しております。それも、まあ、ミャンマー、昔ビルマって呼ばれたミャンマーの、アキャップっていうところで亡くなってるんですよ。で、あのミャンマーどうしてもね、治安が、まあ、軍事政権にまたこう変わってしまったりしたので、ね、アウン・サン・スー・チーさんがこう、ね、頑張っているときは良かったんですけれども、ちょっとまたいろいろ大変なことになって、私と母で一度行きたいよねって言いながらなかなか行けないでいる、私にとってのおじいちゃんのお墓参り、お墓参りではないんですけどね、まあ、一応そこであの野戦病院で亡くなったっていうことなのでしたいなとは思っているんですけれども、今ここにいる人たちの中で、親戚の中で誰も戦死した人がいないとか、まあ、空襲によって亡くなった人がいないという、そういう家庭ってほぼほぼないと思うんですね。おじいちゃんだったりひいおじいちゃんだったり、または家族の中でも、空襲によって亡くなってしまった方っていうのはいらっしゃる方の方が多いんじゃないかなって思います。ですから79年前のことであっても、でもそれは未だにやっぱり皆さんの家族の中に暗い影を落としている一つの出来事なんですよ。
で、うちの母も戦争の話は嫌いっていうふうに言っております。テレビなんかでやってももう聞きたくないって、本当に辛い、思い出しちゃうからって。まあ、浦和っていうところでね、育ったので、近くに川口がありますよね。やっぱり川口があったり、あと、浦和にもロッテの工場があったりですとか、まあでもそこは食品工場だからそんな被害はなかったのかな。で、まあ東京の空襲の様子も、空が真っ赤になったっていうのもやっぱり彼女なりに覚えているんですよね。昭和12年生まれですから、終戦の年で小学校2年生8歳です。まあ、そういうこともあって、本当に子どもの頃に体験した人は、まあ、それがトラウマとして残っているから思い出したくないっていう思いは分かります。でね、ごめんなさい、これね、どうしてもちょっとうつむき加減になっちゃうのは、このね、カメラの方の、まあ、向きがちょっと下向きなので、はい。でですね、今、まあ、のぶみさんの YouTube も拝見ずっとしてるんですけれども、10月から始まるあのことについて、まあ、いろいろなこうお話が出ておりますよね。で、まあ、陰謀論者だとか、いろんなことを言われてるみたいですけれども、まあ、何が正しい、正しくないって、彼自身が、皆さんに対してね、何かを強要するとか、そういうこと一切ないですし、本当に純粋にお子さんたちが言っていること、それからご自分で調べて、いろいろと、自分の中で納得できたお話をされているだけだと思います。でね、ちょっと、サムネイルのところに使ったのは、この絵です。素敵ですよね。おばあちゃん、僕のひいじいちゃんってどんな人？戦争に行ったのよっていうふうにね、ここに書かれておりますけれども、鹿児島の知覧って場所から特攻機に乗って、ね、この縁側でくつろぐおばあちゃんとお孫さんっていう、いいですね。手前側にはこう彼岸花があって、そしてくちなしの花が咲いていて、カブトムシが飛んでいてっていう感じなんですが、でもね、その飛行機は飛び立つと帰れなくなるの。え、どういうこと？なんで帰れなくなるの？とお孫さんのおばあちゃんに聞いてるんですね。神風特攻、あ、違いますね。神風特別攻撃隊といってね、アメリカの船にゼロ戦で突っ込んで、自分が爆弾になって敵と一緒に死ぬの。日本はアメリカに負けそうだったから命を懸けたのよ。想像つかないですよね。特攻隊は17歳から32歳、3948人が亡くなったわ。4000人近い人、3948人が亡くなったと書かれております。17歳って高校2年生ぐらいよ。え、何のために命を懸けたの？人によっては違うけど、自分の大切な人や日本を守ろうと考えた人が多かったのよ。遺書っていう死ぬ前に書かれた手紙があるから、少しだけ読んでみるわね。おばあちゃんが遺書をね、取り出して読んでいます。もし自分だったら、自分の子供だったらと想像して読んでみてくださいと、括弧書きされています。僕はもうお母さんの顔を見られなくなるかもしれない。しかし僕は何にも形見を残したくないんです。10年も20年も過ぎてから形見を見てお母さんを泣かせるからです。お母さん、僕が郡山を去る日、自分の家の上空を飛びます。それが僕の別れの挨拶です。去年19歳。兄の形見として、せいちゃんの名で
預けていた郵便通帳とハンコ。これはせいちゃんが女学校に上がるとき使ってください。時計と軍刀も送ります。これも木下のおじさんに頼んで売ってお金に換えなさい。兄ちゃんの形見などより。これからのせいちゃんの人生の方が大事なのです。もうプロペラが回っています。さあ、出撃です。兄ちゃんは行きます。泣くなよ、せいちゃん。頑張れ。去年、18歳。お兄ちゃん、お兄ちゃん。私一人ぼっちじゃダメだよ。妹、11歳。そして、はい。ちょっとね、先のスライド、ここです。ここの場面です。ありがたい母、尊い母、俺は幸せであった。ついに最後までお母さんと呼ばざりし俺。幾度か思い切って呼ばんとしたが、なんと一矢薄弱な俺だっただろう。母上、お許しください。さぞ寂しかったでしょう。今こそ大声で呼ばせていただきます。お母さん。お母さん、お母さん。去年、18歳。この前にね、もうちょっと、こちら今度はね、恋人に宛てた、そうした遺書もあったんですね。知恵子、会いたい、話したい。無性に。去年23歳。20歳超えたらやっぱり思う人もいますよね。その時どこからかひいじいちゃんの声が聞こえたような気がしました。なぜこんな死に方をしなければならなかったのだろうと今の子たちは思うだろう。分かってなんかくださらないでしょう。特攻隊は泣き顔、泣き言が見られないようにされていました。だから残っている写真は笑顔が多く、遺書には感謝が多いのです。ただ、国や家族を守ろう、自分の命をかけてでもという気持ちは強くありました。私も、笑って元気に行ってまいりますと遺書に書きました。でも死ぬのが怖くないわけがありません。飛行機は落ちるようにはできてないから、ゼロ戦で敵に突っ込むには自分の意思で操縦桿を思いっきり倒さなければならない。雨のように降るアメリカの銃弾、笑ってなんかいられるわけがない。怖くてどうしようもなくて帰りたくて、お母ちゃんと叫んでしまった。戦争の後、特攻隊は無駄死にと言われました。僕が命を懸けたのは本当に無駄だったのか。僕の血をつなぐ君に聞きたいことがあります。今、日本人としての誇りを持っていますか？大切な人のために生きられていますか？そして最後は、ああ、これが一番聞きたかったな。僕らが命がけでつなごうとした未来は、命をかける価値はありましたか？本当にね、ここもとっても素敵な
イラストなんですよ。これもっと購入して、ね、見ていただきたいと思います。これがゼロ式戦闘機です。茨城には霞ヶ浦の予科練がありますので、そこでね撮ったお写真です。ひいじいちゃんから戦争の話は嫌いだという人へ、あなたのおじいちゃんおばあちゃん、ひいじいちゃんひいばあちゃんは戦争を体験しています。今平和に生きられているのは、辛い戦争の中で生き抜いた人たちの血があなたの中に流れているからです。戦争の話が嫌いだって目を背けていたら、もう本当に語り継ぐ人がいなくなってしまう。子供たちにどうしても伝えてほしいことがあります。戦争は絶対にしてはいけない。はい。で、まあ後書きがありますが、これは、その予科練のね平和記念会館があるんですけれども、そこでのリーフレットを広げたものです。結構ねいろいろ見応えがあって、中でビデオなども流れておりますので、見ていただければ、もしお時間があってね茨城に来る機会があったら見ていただきたいなって思います。で、私も23歳の息子を連れて行きました。この年齢で国のために命を懸けて戦った、そうした若者がいたっていうことをね、自分の息子にも知ってほしくて連れて行きました。はい。予科練平和記念館ってこう後ろにありますが、やっぱり目を背けていてはいけないですし、今もこの地球上でいろんなところで戦争、紛争が起こっています。まあ、ウクライナもそうですけれども、もっと悲惨なのはガザ地区ですよね。本当に今に始まったことではなく、それこそ3000年、4000年前から続く民族の戦いっていうことにもなるので、もう私たちが何と言っていいかわからない状況ですね。でもやっぱり人道的なことをこう考えていくと、一般人、ね、民間人を狙ってはいけないですよ。病院や学校を狙ってはいけないですよ。そこが、その地下にどんなに基地があるっていうようなことを言っても、そこには病人、怪我人、そして女子どもたちがいるんです。もちろん戦闘員でない男性もいます。一般市民の人たちがいるところを狙ってはいけない。で、戦争が起こるために、じゃあね、戦勝国にしたって、まあ、負けた国にしたって、どちらにしたっていろんな痛手があるわけですよね。今ウクライナとロシアだって多くの戦死者を出していますから。で、それ考えると、じゃあ誰が得をするの？武器商人って言われる人たちですか？まあ、そう考えるとね、世の中ってどうなってるんだろうって思いますよね。本当に平和を希求するっていうのは難しいんでしょうか。もうね、なんかこう上の次元に上がっていきたいですよね。まあ、そんなことをちょっと思った次第です。はい。それではですね、そろそろ終わりにしたいと思いますが、まあ、もしよかったら高評価ボタンを押していただきたいのと、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ここね、おでこがね、ちょっと私ね、この左のおでこがね出っ張ってるんですよ。これね、ちっちゃい頃からぶつけていて、なんかねちょっとねコブのようになってしまっていて恥ずかしいんですけれども、
大丈夫かなと思っておりますが、はい、最後はご自分のおでこの話で終わってしまいましたけれども、これからもね、のぶみさんの絵本などを朗読したりしていきたいとも思っております。ということで、はい、ではまたお会いしましょう。失礼します。